にちは。今回は久しぶりのチューニズムやっていくよ。1曲目は金子光氏のオクバー。どうしてまたこれを？単純に好きだからです。難易度は13プラス。青春、知りませんそんなもの。いやそこは調べとけよ。ここまで軽く自己紹介を。何かだぜ、ゲームだよ。もしもシャミです。タイトルとかからわかる通り、今回は音楽会です。オクバーとメガトンブラストをやっていくよ。早速だけどと言うだな。指導がこんがらがるから気をつけよう。今回はうまく通ったな。ここはナイス。これでいいのか？許してくれるでしょう。あ、今回許してはやってないけど許して。あれ難しいよな。やっぱ交差は苦手だね。まあ、あれはエアーついてるから。そういえば、最近コメントでチューニズムのコツを教えてくれたり、リクエストももらって大変嬉しいです。なので次はリクエスト回にする予定です。編集頑張れ。それはそうとして安定してるわね。今回はちゃんと記念研究してきたからね。99K くらいは安定するようになったよ。ここ EX スタッフを目印に取り移る。ここで一旦静かになるな。ここはコツが抜けないように気をつけよう。いい感じにこれてるわね。まあ次がやばいからね。はい、ここホールドコート君、残り3連で指押し期待。突破苦手な人はとことん苦手そうだな。ここ一番やばい。ここは引き手をヤンギでホールドするのがいいかも。こんなこと言ってるけど個人的にはここ楽しい。コスリコスリ、いろいろ突っ込みたいけど繋がってるし、いやむしろ定期で取る人いるよ。あ、もったいねえ。今のは初心者。まあ切り替えていこう。ここ坂手で右押し、持ち帰れるならそれでもいいと思います。ここからまた忙しくなるね。認識自体枠じゃないけどな。ここ真ん中のホールド離さないようにね。このホールド階段は非常に好き。ここは嫌い。次は待機ミス。コーチなんでこれ慎重に行かねば。どんな配置が今のとこ。正解がわからんからゴリ押し。ここも流れに沿って叩く。研究したんじゃなかったの。もうそれどころじゃないよ。心臓バックバック。さてラスト発表、更新なるか。もうここはこすり、指押しとアイミスでひたすらごまかします。あ、ライパン気味かもしれないのはごめんなんだぜ。音が、肩がボロボロ出てるな。頼む、繋がってくれ。お、最後も気を抜かないようにして。よっしゃー。はぁ、はぁ、13プラスで初めて WS 乗った。おめでとうなんだぜ。ちなみに音劇の方は。そんなのにプレイに決まってるじゃないですか。音劇も13プラスでギリギリだもの。もう少し慣れてからだな。続いてはメガトンブラスト。ブラック IC と両節の合作だね。一体何黒なんだ。ほっとそれ以上はいけない。この曲は音劇では14のラスボスとかなんとか聞いたけど、僕がやったら S すら乗りませんでした。すぐ電話しに頼るから。それでも曲調とか好きです。譜面の方はリズムに合わせてノリノリで叩ける譜面だね。少し物量よりも譜面で体力が試される感じだったな。ここはネック。このスライドは一人だけタップで後で押しすれば通るぜ。ほんと楽。さてと個人的難所だったね。フリック混じりのコンクレに少しずれたよ。 BPM が200近くあることが忙しさに拍車をかけているな。そしてエアとスライド高速に間にで叩かせる配置。意識しなきゃいけないことが多すぎる。リズムが忠実なのが救いだな。ここから右押しに立て連も混ざってくるよ。うわ、折り返し階段までかなり自力が問われそうな譜面だぜ。そろそろ来るよ。勢いそのままに張り立つよ。大ファンごめんなさい。かっこいい帰りだね。ほんと好き。譜面の方は両手という。そうだね、試行回数がまだ少ないから最適解はまだわからん。ここからまたまたコンクレだね。最初は左が一定、次は右が一定。うまく通ったな。他の間の休憩地帯、編集時にここで動画の残り時間を確認した時絶望しました。痛い痛い。メタンガスもびっくりだな。ここは谷角押す、ゴリ押し。前半よりも高度な指押し力が問われるな。このくらいの密度ならなんとかいけそう。虫にしては珍しく自信があるじゃない。マロディで伝えた指押し力を見よ。マジでこいつ暇な時ずっとやってたからな。高い質も思ったより繋がってるのに自分も驚いてます。あたさんで抜けてるじゃん。マジかよ。ここからホールドとエアーも絡んでって抜けやすい配置が続くから気をつけるよ。ここなん。いや、なんで繋がるんだよ。やっぱゴリ押しは正義。頼むから少しは研究して。ここは要研究。だからなんでゴリ押しで通るんだよ。なものわからねえよ。うっぱいすいがひでえ。情報量が多い。いか、これは神です。リスイズアップな。待って WS 乗った嬉しい。
最後のには突っ込まないんだな。というわけでチュームズの実況音劇会でした。チャンネル登録高評価よろしくなんだぜ。コメントも待ってるわよ。それで他の動画で、バイバイ。